名前はジュリワタイです。写真制作をメインに音楽だったり電子工作だったりいろんな幅広い活動をさせてもらってます。 SF とかが好きなので、まあ、未来を感じさせる場所とか物とかデジタルな何かだったり、結構コレクター気質があってガジェットとか大好きなんですけど、ゲーム機だったりあと音楽機器だったりで、そういったものを買い集めるっていうことをしてた時期もあったんですけれど、やっぱりね部屋に入りきらないと、写真作品の中に取り込むんだったらある程度満足させられる部分があって、なんか自分のものになったみたいな、そういう理由から、作品のモチーフにガジェットを使ったりとかそういうことは多くなりました。10代の時にすごく影響されたりハマっていたものは漫画とかアニメですね。初めて私がちゃんとものを完成まで作ろうって思ったのは、アマチュアでも漫画の本が自分の本が作れるっていうのを知った時ですね。0から10までを一人で作り上げる楽しさみたいな、満足感みたいな、それを学生時代に味わったので、そういう仕事に就きたいと思っていて、そんな中に学校で写真の授業があったんですよ。でちょうどそのパソコンでいろいろできるようになった時期とも被ったんですよね。実際にあるものを素材として抽出して、でパソコン上で全く新しいものを作れるんだなっていうのを学んだんですよ。でもしそういうことがもっと自由にできるようになったら、漫画みたいな新しい写真っていうのが作れるんじゃないかなって、なんか可能性を感じたんです。そんな思いを抱えながら1枚ゲームセンターでポートレート撮影をしたんですね。ゲームセンターキティっていうタイトルの写真なんですけど、それはもう20歳そこそこぐらいで漫画みたいな写真が撮りたいと思って、その写真を作ってから自分の作品の方向性っていうか創作の方向性が一気に開けた感じがあります。私の写真作品の中では必ず女性のモデルさんが登場するんですね。女性ってやっぱりモチーフとして美しいなって思いますし、綺麗なモデルさんをフレームに収めると、なんかその美しさをその世界に保存したみたいな、なんかそういう満足感があって、自分が妄想してるなんか夢の世界みたいなところをね、女性モデルの方が彩ってくれてるんだなって思ってます。私の作品全部に共通することなんですけれど、あまりリアリティを出しすぎないっていうところにこだわっていて、思春期に一番影響を受けたのが漫画とか二次元の世界だったので、肌の毛穴の感じ、肌質の感じっていうのは消すようにしていて、ちょっとお人形みたいなつるっとした感じにはしていますね。写真のいい部分と二次元的な平面的ないい部分っていうのを同時に感じられる絵作りっていうのを心がけていて、コンピューターの後処理っていうところもそうなんですけれども、漫画のイラストってちょっと広角レンズで撮ったみたいな風な画角で描かれたものが多いので、撮る段階でもやや広角レンズ、広角目のレンズを使って撮るようにしていますね。私が本当に同人活動とかをバリバリやってた時代って、オタク趣味がない人たちの間では見せないようにして趣味っていうのは続けてきたんですけれど、それが風潮が変わってきたと、オタクカルチャーがこうやって受け入れられ始めたのってインターネットだと思うんですよ。ネットで世界の人たちの認識がすごく深くなったと、広がったと思うんですね。なんかどんどん出していけるオタクですって言えるような時代になってきたから、だからその文化がね一歩前に進んだんだなって思います。自分でいいって思ったことを表現するっていうことを昔からやってきているので、
私はやっぱりちょっとマイノリティだったとしても何かものづくりをしているのは自分だと思っているので。ラブバレーっていう作品群を作ったんですけれども、そのモデルとなっている少女がアンドロイド少女のアスナで、アスナを最初に見たのは知人が開催したそのテクノロジー系のイベントだったんですけども、すごく衝撃を受けてその女の子をモチーフにした作品を作りたいって考えたんですね。でもそのアンドロイドってやっぱり気持ち悪いとかなんかグロテスクだとかそういう意見があったりとか、性的な部分で見られすぎたりとかして、あの女性から共感を得られていない部分っていうのがあったりするんですけれど、男性向けに何か作品を作るよりも女性向けの作品を作ろうって思ったんですよ。今のテクノロジーではアンドロイドが二足歩行するのってできないらしいんですよ。その重量的なものだったりとかで、そういったアニメーション作品とか映画作品っていうのは結構あるんですけれども、本物のアンドロイドを使ってっていうのは少ない気がしていて、でそれはまあアンドロイドが二足歩行できないっていう部分が大きいかと思うんですけど、でも写真だったらそういうふうに見せることはできますよね。フォトストーリーにしたら面白いんじゃないかって思ったんです。やっぱ人型のものって惹かれますよね。どんどん進化していく分野だと思うんですよ。あのハードウェアがテクノロジーだったり、そのレトロフューチャーの世界観だったりに影響を受けている部分があるんで、新しいものが出た時の感動っていうのをそのままの作品に生かせるようにしていきたいなって思ってます。セルフポートレート撮影をするときに、私の中では自分の体って素材なんですよ。素材の一部なので、私もその自分の中の少女性っていうのを大人になるっていうことで壊していきたくないなと思っていて、自分の体を素材としてセルフポートレート撮影をしているので、正直焦りはあるんです、自分の中で。やっぱり いつまでも若い人って存在しないと思うし、だからセルフポートレートで自分の写真をいっぱい撮ろうと思ってます。もういっぱいいっぱい撮って素材をたくさん残しておいて、それを死ぬまでパソコンの上で持て遊んで新しいものを作り続けたいなって。